群馬県には北関東で最大級のターミナル駅である高崎駅がありますがそんな群馬県では鉄道中心とといいいううよりは車社会という面が際立っています。しかしターミナル駅も有しているというだけあって近年では駅前を中心に大型商業施設や大規模集客施設が誕生するなど集積それに伴い町に人が集まり定住。 移住する動きも加速していますこのように群馬県高崎市を例に郊外化と都市の発展は両立できるのかを今回食べチャンネル解説としてお届けしますこちらは高崎市郊外にありますイオンモール高崎です全国的にイオンモールは出店していますがこのイオンモール高崎は増床を果たし全国でも大規模なイオンモールに入ります そして高崎市内のみならず広域からの集客に成功しています。というのも無料駐車場というだけあって群馬県内非常に公害化が進んでいますから無料の駐車場さらに大規模な数ということになると集客の上では群馬では欠かせない存在となっています。続いて画面変わりましてこちらは JR 高崎駅西口前にあります大型商業施設高崎オーパです。 こちらは旧高崎ビブレの跡地、え解体されまして、その後に建てられました商業施設ということで、こちらも引き続きイオングループ系列のですね、商業施設ということになっています。この高崎オーパーはいわゆる都市型の商業施設ということで、オーパーとは全国的にありますが、その中でも店舗数で見ていきますと、全国的なオーパーの中でも上位に入るというものになっています。 こちら商業施設オーパということなんですがこの高崎オーパも周辺の高崎高島屋など周辺の商業施設を含めまして駐駐車車場場ののの問題ととといいいいうううはを取るという形になっています。そして JR 高崎駅周辺では大型商業施設や大規模集客施設などが集積近年はそれを活かしたマンション開発ラッシュともいえる動きが見られます。 イオングループは JR 高崎駅前で都市型商業施設の高崎オーパーを郊外ではイオンモール高崎をそれぞれ展開しいわゆる郊外と都市それぞれで展開しているということになります群馬県先ほども郊外部分が発達しているとお伝えしましたが近年では高崎駅いわゆる駅前の勢いというのも活発になっています こちらは以前の別の動画で使用しました高崎駅東口周辺で予定されるまたは既に実施されている建築計画の一覧ということになっています今回西口側はあえて紹介していませんが東口側見ましてもこれだけの数それに一つ一つも見ていきますとかなり規模で見ると大きいもの特に大きいものなどを含んでいます一例を見ていきますと 9号再開発ビルですとか、アパホテルの寝室、さらに太陽有電高崎グローバルセンターの建て替え、JR 東日本が展開するマンション建設など、えー、これだけのですねことが駅前、すでにかなり徒歩圏内ということになっています。これが行われるということです。今度は JR 高崎駅西口側を見ています。こうして見ていきますと、 駅前としししててかかななり発展いいるのではないではょうか続いては画面変わりましてこちらは高崎市郊外にあります墨川岡飛行場跡地周辺の様子ですこちらイオンモール側から見たです、ね、様子となっていますが今回のテーマにもなっています「郊外化と都市の発展は両立できるのか?」ということなんですが、まあ、実はですねかなりこれ重要になってくると いう一つのポイントとしては郊外のですねやはり広さまあ、つまり平地のですね広さなのではないかと思いますまあ、群馬県はですね南部が特に、えー、関東平野ということで平地のですねエリア多いということでかなりそこが郊外化が進んでいるですね一つのまあ要因という感じになっているかと思いますまあ、体感的に、えー、東日本と西日本で見ていくと都会だと感じる街の数といえば 割とですねもしかしたら、まあ、これは認識の差というのもあるかもしれませんが個人的には西日本の方が、えー、そういった場所が多いかと思いますがそういった都市などを見ていくとやはり平地の少なさというのが一つのキーワードになっているかと思います、えー、つまり平地が少ない分、えー、より都市化が進んでいく、まあ、上にですね、えー、高さも建物の高さという面でも上になっていく、えー、それがですね都市化 いわゆる見た目的な視覚的な部分でも、より都会さを感じるということもあるのではないかと思います。群馬県においても、いわゆる南部では平野が多いと、平地が多いという面で、郊外化を完全に止めるというのは、これは不可能だと思っています。え特にですね、今後その郊外の中でも、2つに分かれているのではないかと思います。えそれが今回、 今見ていますつみが丘飛行場跡地周辺の新たなまちづくりということでこのつつみが丘飛行場跡地の新たなまちづくりというのは2023年に初めて、えー、群馬県知事と高崎市長で合同記者会見が行われ発表されたというものでこちらには8つのビジョン町づくりの6つののつ方針というのが示されました。先ほども述べたその2つというのは新たな拠点になりうる郊外エリア とととそれ以外ということです8月に再び行われました2度目の共同記者会見で発表された基本構想策定ではシリコンバレーを超えるような群馬ユニークな街へということでシリコンバレーというのが一つのこのですね跡地活用のプロジェクトのキーワードになっています。 まちづくりの3つのコンセプトとしては先端情報技術を有する企業等が集積する地域2つ目に DX デジタルトランスフォーメーションを活用した地域3つ目に再エネ、再生可能エネルギーを活用したサステナブルな地域ということになっていましてそしてまちづくりを展開する8つのビジョンということでご覧の8つのビジョン 今回特に一例としましては経済産業の部分では時代をリードするイノベーションの源泉になるというようなビジョンというのがですねそれぞれの項目で掲げられています。まづくり6つの方針というのも示されまして企業誘致町並み形成教育研究施設整備住宅環境整備交通基盤整備再生可能エネルギー活用などですねご覧の6つ。 かなりですね、こうして見てみるとかなり力が入っていまして期待できるようなものと個人的には感じましたこのまちづくり6つの方針で個人的に気になった部分見ていきますとこの5番目交通基盤整備の方針というところでは群馬数を活用し単なる停留所ではなく交流の場にということでモビリティハブを中心とした快適な移動環境ということで、まあ、群馬県 えー、公害化が進み、えー、さらにですね、先ほども商業施設にとってはですね、駐車場というのは、まあ大事というのもお話ししたんですが、まあ、車社会ということがありまして、かなりですね、公共交通機関の部分が群馬県弱いという特徴があります。えー、個人的にはですね、この群馬県もですね、えー、いろんな動画で、個人的に何度かですね、出したんですが、まあ、北関東三県、林県ですね、栃木、茨城。 え群馬を含めたまあ3県ということなんですが、まあ、この3県もですねかなり自動車の利用率高いということで、まあ、これまでですね群馬県と同じようなまあ課題あったということなんですが、えー、昨今、ですね栃木県宇都宮県庁所在地でありますが宇都宮 LRT 新たなですねこちら交通の基盤ができたということに加えましてさらにですね茨城県こちらもつくばエクスプレスですとか ひたちなか海浜鉄道ですねこちら鉄道の延伸計画というのが続々と出てきて、えー、着実にですねその実現に向けた整備と、えー、さらにですね議論などを行われていることがですね見られますが群馬県ではこれまでそういったことがなかったということに非常に個人的に危機感を持っていました。さらににここののつ目が気になった点としましまてはこの 郊外にいわゆるですね、こののイオンモールの高崎、最初ご覧いただきましたがこの、まあ、非常に近いエリアということで、まあ、郊外ということなんですが高崎からこの、えー、イオンモール付近ので堤ヶ丘飛行場跡地こちらへはですね、まあ、自動運転が走るという発言もありまして、まあ、これがですね、この自動運転、まあ、この交通基盤の整備ということなんですがこれが、まあ、いわゆる鉄道系の、まあ、自動運転なのかはたまた、まあ、自動運転バスですとか またですねもっと小さな、まあ、自動車のですね、えー、そういった自動運転が走るのかこれがまだですねこの一と言だけでは全くわからないんですがそれがどういうですね、まあ、交通基盤ですから、えー、それが整備されるというのが非常にここ今後ですね非常に重要なポイント堤ヶ、えー、丘飛行場跡地のまち、あ、づくりって話なんですが、まあ、交通という面で見てもここかなりですね大きなトピック えー、ここだけでもでもすね大きな見出しにななるのではいいかと思いますそして今後のスケジュールというのも出ていますが、まあ、これからですねもろもろそれぞれの調整など、えー、都市計画決定などを経てですね実際に動き出す、まあ、目に見えてですね動き出すのはまあ令和10年度、えー、ですかねこちら以降になるのではないかと、まあ、まだですね、えー、時間というのはありまして、まあ、2030、ね、年頃ですかねその辺り からです、ね、まあ何らか、えー、大きな動きというのが、まあ、あるのかなと思いましたこの墨ヶ丘飛行場跡地の、えー、会見ですねこれまで2度行われたんですが、まあ、その日にですね、えー、解説動画こういうののようなですね今一部資料でご覧いただきましたがこの資料をですね月で、えー、解説していますので気になる方は是非ですねこちら概要欄にも動画リンク貼ってありますのでこちらもご覧ください。 今回は郊外化と都市の発展は両立できるのかというのを群馬県高崎市の例で一緒に考えてみてきましたが群馬県以外にとってもですね例えば先ほど出た宇都宮 LRT が出てきた宇都宮市ですがこちらも宇都宮駅とですね、まあ、郊外さらに工業団地を結ぶ路線ということで、えー、群馬もですね、まあ、郊外と、まあ、いわゆる都市、まあ、高崎駅とかですね、まあ、そのは、まあたり 都市の中心部としますと、まあ、これらの2つはですね切っては切れない関係これはどここの町都道府県でも同じようなととが言えるかと思います、えー、今回ですねその両立できるのかという問題では近年では職住近接という職場と、まあ、住む家というのはです、ねまあ、近くにあるというようなスタイルというのも割と都市部でも見られてきましたがこの新たなですね積みが丘飛行場跡地ののりというのは そういったですね、職場研究開発機関と住む場所というのもですね、近くになっているそしてさらに大ターミナルターミナル駅でもある高崎駅などと結ぶということでこれは田舎地方においても新たなスタイルこれは非常に両立できるような新たなモデルがもしかしたらこれはできるのではないかと個人的にはこれ非常に強くです、ね、注目しています。 まあこの点もですね、まあ、群馬ということで、まあ、最大のえ人口規模を持つ高崎市で行われるということもかなりですね、注目度、えー、これはですね、上がっていくと思いますし、まあ、ここだからですね、えー、できるといったことももしかしたらあるかもしれません。えー、今後のですね、これ続報まだですね、実際に動き出す、まあ、目に見えて動き出すまでにはですね、えー、まだ数年ほどはですね、ありそうですが今後とも何か。 新しししいい情報ありまたたら旅チャンネルでお伝えしたいと思いますということで今回は群馬県には北関東で最大級のターミナル駅である高崎駅がある一方で鉄道中心というよりは車社会という面もある群馬県一方で近年は大型商業施設や大規模集客施設さらにマンション建設などさまざまな駅前中心の動きがありますが今回 群馬県高崎市を例に、郊外化と都市の発展は両立できるのかというのを旅チャンネル解説としてお届けしました。皆さんの意見や感想、ぜひコメント欄でお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも良かったら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録は画面右上にあります QR コードを読み込んでも行うことができます。ぜひこちらもご活用ください。 好評でしたら今後ともこのような企画を継続していきたいと思います。